ドーミー夫婦です。今日は札幌で2カ所目になる RV パーク RV パーク手稲山麓さんにお邪魔してます。オーナーの清田さんです。よろしくお願いします。まず RV パーク手稲山麓さんの場所なんですが、はい、札幌市手稲区に位置しているということでよろしいでしょうか。そうですね、手稲山の山麓になりまして、富岡、札幌市手稲区富岡3条7丁目国道5号線沿いでやってます。本当の札幌市の、ね、街の中にある珍しい、ね、場所に立地してある。まあ、街の中といったらですね、うん、中央区の人たちからバカにされるんで札幌郊外という感じでしょうかね。郊外ね、郊外ですね、はい、うん、アクセスとしては、手稲インターからどのぐらいありますかね。そうですね、車で2分ぐらい、まあ、2分もかからないんじゃないかなと思います。本当に手稲山のちょうど登るところにインターチェンジがありますので、あっという間に着きます。 JR の手稲駅もほど近いところにあるんですよね。そうですね、1キロぐらいで、まあ、歩く方もおられるそうなんで、歩くと、まあ、15分から20分ぐらい、ホテルをご利用される方は、まあ、JR で来られる方結構いらっしゃるので、20分ぐらい、タクシーでいうと昼まで1メーターで来ます。バスだと、バス停2つ分になりますね。本数は1時間に6本から、最大で12本まであるので、めちゃめちゃ、意外と、交通の便はいいという場所になります。観光地のアクセスとしては小樽と札幌の中心部のちょうど間ぐらいにありますので、小樽の観光、札幌の観光両方、ここを拠点にできるという、利便性があると思いますね。はい、あと、まあ、手稲山は冬スキー場になりますので、まあ、今年の7月にオープンしたばっかりなので、スキー場のお客様は受け入れてないんですけども、スキーの季節になりましたら、そういったお客様、キャンピングカーのお客様もご利用いただければなと思ってます。あと海も、海からめちゃめちゃ近いですね。ここから30分もかからない、車でいうと15分か20分ぐらいで、海まで行ける。近くにはお店なんかもあるかと思うんですけど、はい、どんなところがあるんですか。はい、すぐもう目と鼻の先隣にですね、超有名、洋食屋さん、喫茶店なんですけど、洋食屋さんもあったりとかね、ひっきりなしのお客さんも来て、さっきからもう今5台分ここ駐車場貸してるんですけど、入りきらないで帰るってやつにじゃんじゃん。私たちもご用達、ご用達、美味しかったよね、美味しいですね、美味しいですね。で隣に神楽というお好み焼き屋さん、その隣に、中華料理屋さんですね、はい、でこちらの方にカレー屋さんがあって焼肉屋さんがあってというのがこの半径、徒歩1分以内の場所にありますが、まあ、コンビニも徒歩3分であるんですけど、手稲駅まで行くと西友って言って24時間営業のスーパーもありますので、とても便利じゃないかなと思います。すごい便利ですね。富岡の方にほのかさんがありまして、まあ、そちらの方が、まあ、温泉、まあ、スーパー銭湯ってやつですね。そうですね、はい、あと手稲の駅の方に行くとですね、富士の湯という、札幌市内で現存する最古の銭湯がありまして、昭和の銭湯が楽しめるという。いいね、はい、まあ、ホテルの中にシャワーもありますので、はい、駐車スペースは何台ありますか。はい、一応5台用意しておりまして、そのうち2台が電源付き、有料の電源で、ご利用いただけるようになっています。電源はこのぐるぐるぐるっていう、ぐるぐるぐるってやつですね、ぐるぐるぐるってやつね、はい、これから、使い勝手のいいものにしていきたいなと思ってますけども、はい、あと広いですね、とっても広いです。軽キャンからキャブコン、フルコン、バスコンまで、トレーラーなんかも止めようとか、全然あと20トントラックも止まれますよね。お、20トントラック、トラックも止まれるぐらいの、はい、20トントラック止まった時は白い車の隣に壁ギリギリまで、あ、そっか、舗装してないところの広いところがあるんだ。頭ここまで来たっていうですね。あ、はい、11メーターが取れるんで、うん、水道の施設はどのような形になっているんでしょうか。はい、ここに水道の、屋外の水道がありまして、まあ、こちらに、ね、タンクに入れていただく形になっています。まあ、一応20リッターということでお願いはしてますが、はい、女子の範囲内ということですね。
水道から見た駐車場の様子、結構広いです。じゃあ施設の中に入ってみます。ちょいねホテルさん入ると、靴箱ドミパパフロントの方に行きました。入っていきます。左側にフロントになっています。いらっしゃいませはいはい、いらっしゃいました。で、あ、これは貴重品いるですか。これは貴重品ボックス。貴重品ボックスがあって、ちょこっとお菓子も買えるようです。で、アルコールとかコーヒー、 RB のお客様は無料で、休むところがあります。ラウンジ、ラウンジ、キッチン、キッチン、食堂みたいなね。あ、ここキッチン、はい、ここで洗い物とか。そうですね、RV の人はできるんですか。大丈夫です。あ、じゃあお皿とかここで洗っても OK。 そうですね、わー、あの方はゴミ袋に入れていただかなきゃいけないですけども、うん、あ、ゴミのことはどうなってるかな。ゴミは有料になりまして、お皿一組で200円で、販売というか利用していただいてます。袋は、燃えるゴミ、燃えないゴミ、瓶缶、ペットボトルの3種類に分けていただきます。あとトイレの捨てるやつ、ダンプステーション。ダンプステーションね、ダンプステーションは残念ながら、うん、ごめんなさい、ありません、うん、ないということです。ちょいねホテルの方で宿泊という形になると、ここでキッチン使わせてもらって料理ね、させていただけるということで、まあキャンピングカーの方はキャンピングカーでするかと思うんですけれども。そうですね、調味料も完璧だ。あ、食器もたくさん使える。ここ IH があるのに、なぜここにカセットコンロがあるかって言ったら、土鍋ができる。北海道大事よね、冬場ね。こちらがおトイレになります。あ、綺麗。20時間 OK です。 OK ですね。ウォシュレット。反対側に自動販売機で、シャワールーム。シャワールームがこちら、一応男性用と女性用分かれてまして、お、タオルは有料、100円。あ、コンタクトケースなんかある。うん、わあ、綺麗だ。男性用になります。失礼します。あ、3つ、パパのサイズで悠々。あ、楽勝だね。あのフェリーのとか狭いよね。フェリーのシャワーより全然広い感じ。そうですね、個室もある。ポイントは有料ですね。で、ドライヤーも借り入れますね、はい。女子シャワールームの方はというと、あ、化粧水ちゃんとちょいねの割に、ね、割に言ったら失礼ね。乳液が、うん、あと、シャンプーが、男性用なら乳製品シャンプーですけど、女性はちゃんと、あ、別々コンディショナーとか入ります、ね、ありがたい。だいたいリンスインダメなんだよね、女の人たち、うん、あ、ラックス、シャンプーとリンス別々、ボディーソープもあって、あ、コインランドリーはありますか。コインランドリーはこの中にはないので、道路を渡って国道を渡ったところに、コインランドリーのお店がすぐ目の前にあります。すごい近いところにあるんですね、はい、目の前ですね。ペットを連れてる方もいると思うんですけど、はい、この辺はどんな。そうですね、一応禁止はしてないですけども、常識の範囲内で、夜中にこう泣き叫んだりですとか、そこで走り回るっていうのだけやめていただければと思いますね。利用方法についてはどんな流れでやったらいいんでしょうか。はい、まず、電話で、お申し込みをいただきます。電話番号は、ホームページとかに載ってますけど、011-688-8707 番に電話していただきます。それで空きの状況ですとか予約をしていただいて、それで当日来ていただきます。来ていただきましたら、フロントの方でチェックイン、料金の方を前払いで支払っていただいて、それで、お泊まりいただくんですけども、そのタイミングでもいいですし、その後でもよろしいですので、オプションのゴミですとかシャワー、別料金かかる分に関してはまたフロントで申し込みいただく形になります。で、ホテルですので24時間営業してますので、夜中中、出入りは自由ですね、トイレ使ったり洗面台使うという場合は出入り自由になります。RV パークの1泊の基本料金っていうのは、1泊は2500円、税込みになります、はい、でさらに、電源を利用される場合は税込みで500円追加、
ですので合計で3000円ということになります。チェックインの時間は14時からお泊まりいただけます。一応夜23時までとはしてますけども、先ほど申し上げた24時間営業してますので、まあ23時を超えそうであれば事前に電話でご相談ください。チェックアウトの方は午前10時ということで、はい、少し長く滞在したい方も、はい、1時間200円で、レイトチェックアウトということで、車だけこう滞在して、例えばあの市内の観光に行ったりですとかという方もいらっしゃいますので、1時間200円で、駐車受けたまっております。はいはい、じゃあ RV パークはこういう感じということで、チョイネホテルさんも少し教えていただければと思います。チョイネホテルは、おととしの2月にオープンしたホテルで、カプセルスタイルホテルと言っております。できるだけお安く、お泊まりいただけるように、料金の方は、消費税別で2980円、3980円、4980円の、3つの料金3プライスでのみでやっています。あとはまあいろんなあの料理ですとか、あとアメニティですとか、基本持ち込み原則になってまして、例えばタオルとかはあの有料になってしまいます。逆に、まあ長期で滞在されるようなお客様は、キッチンとかも用意してますので、ここで自炊をされて、過去最長で1年半ここに住んでいた方もいらっしゃいます。そんなに、はい、住んでる、うん、住んでましたね、うん、入院付き添いを低料金でという記事ですね。ホテルは2階になるということで2階にいます。お部屋は A 部屋と B 部屋の2つに分かれてまして、A 部屋は女性、B 部屋は男性だそうです。お部屋です。あ、木木目なんだ。でお部屋はこういう、まあ、カプセルって言いながらちょっとカプセルではないんですけど、ただ、ね、カプセル以外の表現の方法が、ああ、こんな感じで、でベッドがあって、うん、でそこにテーブルがあって、でこう下が荷物が大量に入れることができるので。はあ、実はあのゴロゴロのスーツケースでも全然大丈夫、普通にもう 2個も3個も入る。カプセルっていうより部屋だよね、本当ちっちゃい、ミニミニ部屋、ミニミニ部屋 ね、 部屋ですね。ああ、これなら十分休める。上はこういう感じ、ただ上も相当広い、合計36部屋があるそうです。更衣室があって、で寝るところのスペースが狭いので、ここで鏡見ながらスーツとか身支度をすることができるというお部屋があります。お一人様でのご利用に最適、長期滞在送迎プランあります。今年7月にオープンした RV パークテイネ363のオーナーのセイダです。どうもありがとうございました。カレー屋さんとコインランドリーがあります。中華屋さんです。お隣にあるアルタイルさんです。シーフードドリア、スープカレー、チキンです。札幌にお越しの際は RV パークテイネ363おすすめです。